サンジョルジョ級教習揚陸艦。サンジョルジョ級教習揚陸艦は、イタリア海軍のドック型揚陸艦の艦級。ほぼ全通した飛行艦板とウェルドックを備えており、交渉は教習揚陸艦であるが、NATO では、ドック型揚陸艦に分類される。イタリア海軍は従来、アメリカ合衆国から譲渡されたグラド級戦車、揚陸艦、LST を運用してきた。 1980年代になり、老朽化した同級の更新、及び練習艦任務に当たっていたヘリコプー巡洋艦、カイオ・ドゥイリオの後継に充当するため、建造されたのが本級である。ネームシップであるサンジョルジョのほか、サンマルコ及びサンジュストの3隻が建造された。サンジョルジョとサンマルコは1987年と、その翌年に収益だが、サンジュストは、 練習家任務を兼ねていたことから、1994年と若干遅れて収益し、設計が若干異なることから、公式には旧の異なる純道景観として扱われている。建造は、フィン・カンティエリが行ったが、同社は本級をもとにの揚陸艦を建造した。2014年1月23日に浸水し、2015年の竣工を予定している。 線形としては、車両甲板型を採用している。01甲板は、全通甲板とされており、上部構造物は、右舷側に寄せたアイランド方式とされている。艦守部には、飛行甲板がなく、第一甲板レベルで、怒り甲板が露天で設けられており、その後方に一段上がったところから01、甲板レベルの飛行甲板が設置されている。第一甲板は、 ギャラリーデッキを形成しており、居住区などが設けられている。その下の船体内には、第3甲板を底面として2層分の高さを確保して、艦首、尾に全通した車両甲板が設置されている。またその後方には、第4甲板を底面として、ウェルドックが設けられおり、車両甲板との間はランプで連絡されている。指揮官としては、 2機の GMTA-420.12 ディーゼルエンジンにより二軸の可変ピッチ式スクリュープロペラ CPP を駆動している。また精密な相関が要求される場合に備えてバウスラスターも備えている。飛行艦板、H 艦板は一見すると全通艦板であったものの当初は全域が飛行艦板とされていたわけではなくアイランドの左限側に LCVP2 席分のダビットが設置されていたため、甲板上にはローターを畳んだシーキングが通れる程度の余裕しかなく、事実上はほぼ前後に分断されていた。整備、格納などの本格的な運用能力は持たないものとされていたが、中央部左辺には飛行甲板と車両甲板を連絡するエレベーター。 長さ13メートル幅3メートル、力量30トンが設置されており、小型ヘリコプターを車両甲板に格納することは可能であった。その後、1999年の改修で、左ガーギャラリーデッキに5メートル幅のスポンソンが設けられた。LCVP がここに移されたことで、飛行甲板は完全に全通し、前後の連絡が容易になった。また、 全看板と5看板にはそれぞれアグスタウェストランド O101 対応の発着スポットが2つ設定されていたが、さらに、スポンソン上に飛行看板が拡張され、ここに小型ヘリコプター用の発着スポットが2つ設けられた。選手に、バイザー型の扉とバウランプ、また船尾には、ウェルドックのハッチを兼用した2段型の扉、ダンプ、全部弦側にも大型開口部が設置されており、 これらと連続した車両看板長さ100メートル幅20.5メートルにはバウランプに通じる通路や上陸用集停場も含めると走行兵員輸送車であれば36両主力戦車であれば30両を収容できる居住区と合わせると兵員345名が乗艦可能であるなお3ストではバウランプは廃されていたほか1999年の 回収で他二2隻でも同様に廃止された。また、補給物資として、冷蔵品99メートル、ドライカー5300メートル、航空燃料60トンが搭載されているほか、日量90トンの真水を生成可能とされている。観光部のウェルドックは、長さ23メートル幅7メートルを確保している。第四看板のドック底面は、艦の喫水線より下となっているため、 艦の喫水を調整せずとも、ウェルドックに調味図して、艦備ハッチを開けるだけで終堤の運用が可能であり、艦の設備も簡素化できている。艦内には上陸用、修堤18.5メートル型 LCM が3隻収容されており、1隻がドライアップされたドック内に2隻が車両甲板後部に搭載されている。発進時は、 まずドックに注水して一石を発進させた後、第一甲板下面に設けられた走行クレーンにより、2、3番艇が順次にドック内に移される。なお、完備扉から車両を要行する場合は、ドック上部に蓋をして、車両甲板と面位置とする。また上陸用集停としては、これらの LCM のほか、 飛行甲板上にダビットを設けて3隻の13メートル型 LCVP が搭載されていたが、後の回収で右舷側の1隻は撤去され、左舷側の2隻もギャラリーデッキに移された。零一甲板の前端部には、建造当初はミアラーガと76ミリメートル単装砲が設置されていたが、これは1999年から2001年にかけての回収で撤去された。また、 アイランド前後部には MK1020mm 単装機銃が設置されていたが、これは回収の際に 25mm 単装機銃に換装された。なお、30ストの装備法は 76mm コンパット法であり、こちらは現在も維持されている。また、30ストのみが電子戦装置を備えており、SLR-730 電波探知装置と、 SLQ-747、電波妨害装置が搭載されている。イタリア海軍では、本級、サンジェストを含むと、軽空母、ジュゼッペガリバルディの更新用として、2万トン級強襲揚陸艦、LHD3 隻の建造を計画していたが、計画は変更され、ジュゼッペガリバルディの更新用として2万5千トン級の、強襲揚陸艦の建造が2017年7月に、 開始された。また、軽空母、カブールも一個大体の兵員輸送能力を有する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。